はいどうも皆さんこんにちは、直樹です。 FIBA19 選手レビュー動画、今回は87のサードユニフォーム9ゴランのレビューしていきたいと思います。この9ゴランという選手はボランチで使う人が多いと思います。ボランチもしくは CM の位置で使う人が多いと思うんですけれども、まあ、守備能力だとかパス能力、総合力に優れた選手ですね。はい、ではまずはプレー動画見ていただきたいと思います。それではどうぞ。That's a combination of skill and will to hold off the oppositionStrong challenge. Hamshik. Hamshik. いや崩せんな。なかなか前に運べんわ。Here's Antonio Rudiger. Okay, okay, okay. Nice. Marek Hamshik, always available, always wanting the ball, and rarely concedes possession with the ball at his feet.まあでもスカットも違うからなんとも言えんけど、なんとも言えんけど、なんかワンテンポ遅い気がする。みんな来た。よーし。あら。売れてたんですよ、100万本。今で10分の1しか売れてないから。全部ね、スマホに取られてるんだよね、ソシャゲに。あー、ちょっとそれさ、長すぎる。Had a chance really to put that into a much more dangerous area. Has to go down to the ball cross. ハザード俺あんまり使わないんだよな、正直。強いけど。あんまりプレイスタイルに合ってないかなっていうのは感じているハザード。うわーきつい。相手選手がでかすぎる。Ben Yedder. Careless there. So, Alexandra starts with Kyle Walker in the fullback positions. Marek Hamshik plays right for the shot. Raja Nainggolan. Mertens. Well, how unlucky were they just then? One or two heads dropping. I think they're losing a bit of belief, this team. Raja Nainggolan. Kyle Walker.どうよ。8号ブランね、なんか能力的にクソ弱いのにね、謎の力がある。なぜかしらね、身長かな。やっぱ9ゴラン結構いいんだよね、やっぱね。はい、それでは使用結果見ていきましょうか。まずはフォーメーションですけれど、最初は 4-5-1 でケミストリー合わせしてますね。で、試合開始後にダイナミック戦術使って、4-2-3-1 のフォーメーションにしまして、この9ゴランは右ボランチに置いています。で、使用した試合に関しては、ディビジョンライバルのディビジョン1で主に使用をしました。で、今回僕使ってるのが、ワントゥーザウォッチの9ゴランなんですけれども、ここで使用した結果については、87にアップグレードされた時のみの結果なんで、そこはご安心ください。ケミストリースタイルに関してはアンカーつけてました。で、使用結果に関しては、ちょっとごめんなさい。まだ音声撮ってる時に確認できてないんだけど、ちゃんとここに書いておくんで、ぜひそちらをご覧になってください。はい、それでは次に詳しい能力値見ていきましょう。この動画を収録している時の相場は、だいたい20万コイン前後の選手になっていますね。で、まあ、9ゴランの特徴として、まあ、モヒカンと、ビジュアル的な特徴として、モヒカンっていうことがあるんですけど、フィーバー内でもちゃんと反映された容姿といいますか、ビジュアルなんで、まあ、そこが好きな人は好きだろうな、ということで、モヒカンにグッドボタンつけておきました。で、身長は176センチ、利き足右、ワークレートが非常に素晴らしくて、どちらも高いになっています。中盤の選手としては理想のワークレートはおそらく高いだと思うんですよね。特にボランチじゃなくて CM として見た場合はワークレート高いの選手が一番使いやすいと思うんですね。なので、まあ、ここではグッドボタンを押しておきました。で、逆足スキルムーブに関しては星3ですね。で、特性は持っておりません。次にスピードですけど、トップスピードが75なんで、そこは不安ではあるんですけど、ケミストリースタイルで補うことができますので、まあ、そこまで気にならないかなっていうのは思います。次にシュートですけど、特に素晴らしいのが、ポジショニングが90ということ、シュート力が88、ロングシュートが90ということなんで、まあ、攻撃性能も非常に優れた選手ですので、まあ、ボランチとして使うのもいいんだけど、4-1-2-1-2-2の CM として使うのが一番生きるのかなっていうのは個人的には思いました。
次にパスですけど、まあ、総合的に優れてはいるんですけれども、特に素晴らしいのがショートパスの値88ありますので、ショートパス得意っていうことになりますね。次にドリブルの値ですけれども、敏捷性が78と、まあ、高いとは言えないんですけれども、リアクションの値90ありますし、ボールコントロールも88あるということで、トラップとかの扱いはうまいですね。次にディフェンスですけれども、総合値85あります。ヘディング精度以外は、まあ、ほぼ完璧な能力備えていると言っていいと思います。次にフィジカルですけれども、まあ、個人的には僕はここが一番ナインゴラの強みかなと思います。スタミナが95あるので控え選手必要ありません。そして積極性が90あるんで、ためギアとかこぼれ球をすごい拾いに行ってくれるんですよね。そこがすごい頼りになるっていうか、うん、なんかナインゴランが突っ込んでボール取ってくれたおかげでカウンターの起点になってゴールが決まるっていうことがよくあったんで、まあそこがまあ個人的にはナインゴランの一番の強みかなと思います。はい、それでは次に主観的な評価を見ていきたいと思います。まずスピードですが、10段階中の7で、まあ、かもなく不可もなくということですね。次にドリブル、まあこれもね悪くはなくて、まあ、10段階中の7ぐらいが妥当かなと思います。次にシュートですけど、ボランチの選手、CM の選手としては結構優れている方だということで、こちらも10段階中の7にしておきました。次にディフェンスなんですけど、10段階中の8にしておきます。玉際が強いっていうこともそうなんですけど、普通にタックルする点でもかなりね優秀な刈り取り能力を有しているということで、10段階中の8ですね。次にパスですけど、こちらも10段階中の7ですね。パスがずれるってことは特段となかったですね。ただまあ極めて優れているっていうわけでもないんで、10段階中の7ですね。で次にフィジカルですけど、10段階中の8で非常に優秀ということで評価させていただきたいと思います。特にね球際強い、さっきも言ったんだけど球際が強くて非常に頼りになって、まあ、なんか86のナインゴランとか使ってた時までは相手にいたらうざいんだけど自分は使いこなせないなっていうのがあったんだけど、この87のナインゴラン使い出してからはなんかわかんないけどすごい頼りになるんですよね。なぜかわかんない、ちょっと能力が上がったから、うん、そういった大きな差が出るのかなっていうのはもちろんあるんだけど、うん、なんかすごく球際に強くなった気がして、まあ、勝手にボールの方に行ってくれてタックルしてくれるみたいなこともあるっちゃあるんで、まあ、非常に優秀だと思います。ただ身長があまり高くないのとジャンプの値もあまり高くないんで、まあ、その点で、まあ、マイナス2ポイントして10段階中の8かなっていうのはあります。で楽しさですけど、10段階中の8ですね、まあ、球際強いんで球際の弱さにイラつくことがないっていうことがあるんで、そういった点で優秀だと思います。楽しめる選手だと思いますので、10段階中の8ですね。でコストパフォーマンスですけど、10段階中の7にしておきました。20万コイン出せば他にも優秀なボランチいるっちゃいるんで、まあ、コストパフォーマンスとして見た面では、まあ、それなりに優れてはいるかなっていう程度、まあ、ただケミストリーの関係でセリアの選手が欲しい、ベルギーの選手が欲しいっていう人にはボランチとして見たらファーストチョイスと、そういった選手になるんで、まあ、コストパフォーマンスもそれなりに優れていると思います。最後に満足度ですけど、10段階中の8ですね。使っていて文句があまり出ない選手だと思います。結構ね、僕の配信見てくれてる人わかると思うんだけど、時々なんか守備でやらかす選手はふざけんなとかちょっと文句言ってる時もあるんだけど、このナインゴランに関しては文句言ってる場面多分一回もなかったんじゃないかなと思うんですよね。ナインゴランを逆に褒めてる場面が多かったと思うんで、主観的な評価と、満足度としては10段階中の8ですね。もちろんね、ちょっとね欠点はある。スピードがちょっとだけ遅いっていうことと、まあ、身長が低いっていうことが不満ではあるんだけど、全体的な満足度としては高いっていうことで10段階中の8です。はい、次に実際に使う時の適正ポジション見ていこうと思うんですけど、 CDM もしくは CM として使うのがいいでしょう。 4231 として使う場合は CDM、 41212のカッコ2で使う場合は CM でしょうね。どっちが優れているかと言われると、まあ、41212カッコ2の CM で使うのが一番いいと思うんですけど、まあ、僕は4231を主に使っているんで CDM として使っています。でおすすめのケミストリースタイルなんですけれど、影つけてください、まあ、僕自身はアンカーつけてたんですけど、まあ、これはコスト的な面ですね。もちろん影があるのであれば影が良くて、まあ、なんでかっていうと、ペースの値を90まで持っていけるからっていうことですね。次にケミストリー合わせですけれども、セリエの選手、ベルギーの選手ということで、それなりにはケミストリー合わせやすいとは思います。例えば同じチーム、インテルですけど、インテルに所属するペリシッチとはストロングリンクつながりますし、リーグが近くてもベルギー国籍のデブライネとはウィークリンクつながります。でベルギーの選手かつセリエの選手で強い選手といえば、まあ、メルテンスもいるんで、まあ、そういった選手でつなげてあげるっていう選択肢もありです。はい、それでは87のナインゴランのレビュー、ここら辺で終わりたいと思います。ビジュアル的にも面白いし、能力的にも優れているっていうことでね、使ってて面白い選手だと個人的には思うので、まあ、ぜひ気になる方は使ってみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。